ベリオフの紋章、ベリオフは、ロシアのトゥーラ州の都市、岡川上流の左岸に位置する。人口は16,083人。ベリオフの名が年代期に所出するのは1147年のことである。チェルニゴフ公国が、モンゴル帝国の侵入で崩壊すると、ベリオフをはじめとする岡川上流付近には上、岡公国軍と呼ばれる小規模な公国が乱立し、 ベリオフは小さな公国、ベリオフ公国の都となった。上、岡公国軍はモスクワ大公国とリトアニア大公国の間で揺れ、ベリオフ公もリトアニア大公国への効能を強いられ13世紀には一時、リトアニアの一部となっていたが、1558年にモスクワ大公国に合流した。1439年、ベリオフでは、 火山反国の創始者であるウルグムハンマド率いるタタール軍とロシア軍の間で戦いが起きロシア軍は大敗を喫している。ベリオフは16世紀前半にはしばしばクリミア反国の軍に襲われ略奪を受けた。16世紀後半以後はモスクワ大公国の南の辺境の守りを固めるための要塞や修道院が建設された。ロシアの大詩人。 ファシーリー・ジュコーフスキーが生まれたのは、ベリオフ近郊のミシェンスコエ村である。ありがとうございます。